で、ブリーチのところをちょっと。はい、こんにちは。札幌占い美容師裁判所のことです。今日は、今モデルさんからこんな感じがいいっていうことだったんですけど、これちょっと見えますかね。で、あまり仕事の関係上ですね、正直ちょっとブリーチを結構入れないと難しいっていうことを言ったんですが、仕事上あまり入れないからですよね。なので最小限にちょっと抑えていきたいと思うので、まあ本当に少ないブリーチで、でまあなおかつ少ないブリーチだからいろいろ同時進行もできちゃう部分もあるかなと思うんで、ワンプロセスでいけるかな。今から1時間半でカットブリーチカラー、通常では多分難しいと思うんですけど、1時間半でいきたいと思います。取る位置がポイントなんですけど、要は根元で取っても根元見えないわけですから、どこで取るかというと毛先で取るわけですよ。この一番見せたい場所で取るんですね。はい、チップを取ります。こんな感じで取ります。そして見えてるかな。はい、そしたらこここんな感じになるんで、この部分を入れていくような感じで、ここも根元まで入れないで、毛先だけ見えるとこだけでいいので、本当に今日は最低限の場所を入れていくので、見えるとこだけを、ブリーチを入れます。いいでしょうか。はい、で逆塗りします。これポイントなので、逆塗りは表面だけ、裏面塗らないで表面だけこのように塗っていって、はい、終わりっていう感じですね。で今度は反対側、これも顔見えてないから何言っても大丈夫ですよ。今何言っても、今はもう絶対何でも言えます。何の楽しいことでも、会社の周り何でも言います。顔見えてない、まあ、全体的には誰かバレてますけどね。そうですね。基本ネガティブだからさ、楽しい話最近してないの。もう未来の話ばっかり不安なことばっかり、やりすぎ工事見すぎてもちょっと不安なこと、都市伝説見すぎて大丈夫かな、 AI に支配されるんじゃないかって最近怖く。ああ、でもそうだと思います。それはもうさ、将来は絶対にそう思う。思います。これお前話になっちゃうね。大丈夫。いやでもそうじゃないですか。でしょ、うん、怖くない。だってもうレジ、お店とかもレジセルフですからね。怖い。それがだんだん人じゃなくなっていくのはありえると思いますね。そうなのか、うん。これも AI スピーカーに聞かれるんだな、これを YouTube に上げると。ああ、そっか。コンビニとかもさ、無人区になっちゃいそうじゃない、そのうち。いや、なりそうです。全然明るい会話じゃねえ。大丈夫かな。はい、この表面今度入れていくんですけど、ここも、こう自分が出したい場所、取りづらいのか。はい、この辺にちょっと表現したいなと思ったらこの場所に入れていきます。自然説見なきゃよかったマジで。信じちゃう人なんですね。俺ね、ちょっと信じちゃう、いや信じざるを得ないぐらいの内容だったんですよ今回。マジでえっと思って、だって地球が傾いてんのがさ、もう実際にデータ出てるからさ。僕ね、地球が傾いてたらどうなんですか。天変地異が起きる。天変地異って何ですか。例えばサハラ砂漠で雪が観測されたりとか、あ、うん、ナイアガラの滝が凍っちゃったりとかさテレビでやったけど、それはダメなんですか。それは要はその氷河期の訪れの前触れっていうか、ん、地球がちょっとずれてきてるから、今まで当たってる場所が当たんなくなって、うんうん、氷河期が来ちゃう。頭いい感じ。その先長くないからまだありますよ、かなり。明るい話しますか。うん、よろしく。まあ、明るくないからさ、明るい話さもできない。明るそうだからさ、明るい話よろしく。なんかもう見るからに、
なんかもうポジティブなオーラ出てる。私ですか？うん、多分基本何も気にしない。ああ素晴らしい。それやっぱ外人の素質なんじゃない、ちょっと。へえ。やっぱそこら辺が。そのノリについてくる。うん。ホームステイしてたんじゃないかぐらいの感じ。へえ。してないでしょ。してないです。全然いける。もう今日何食べたのぐらいのあれしかないの、ネタの引き出しが。今日は何も食べてないですよ、夜ご飯。まっすぐ来たんで。じゃめっちゃお腹減ってるし今。はい。はい。まだあんまり売ってないっていうか。売ってない。もう買う？でもいや買わない。もう買わない。でもミックスナッツとか売ってるのは。あ、たまに買います。いいよ。くるみないでしょ、まず。まあ、売ってなくはないけど。でもくるみパンとか好きですよ。くるみパンね。うん、確かに。これあれ誰買うのかなってずっと思ってたけどね、くるみパン。買えますよ、ちゃんと。美味しいですよ、ちゃんと。結構これ買う人いるんだなと思って。香ばしくて。あ、そっか。そうそうそう。その、くどすぎないから、いくらでも食べれます。そうか。くるみ本来の甘さがあるから、うん、その変な砂糖を使いました、チョコ使いましたと違うくどさがない、うん、くるみパン、くるみパンの話になりました。いや、くるみパンかなり明るい話題です。あ、でも多分今までで一番くるみパンが明るかった。はい、くるみパンはどんぐりでもある。くるみパンあります、あります。昨日どんぐり行ったんだけど、クレイバー全然目に入らなかったと思うんだけど。あら、何一番好きなんですか？なんか焼肉と寿司屋だと。焼肉。あ、焼肉結構いい。焼肉。まずい焼肉屋とか行ったらイラッとしない？いや、あります。僕だけですか？いや、すごい、うん、すごい、はって思う瞬間。マジで、お店によって違いますね。ちょっとマジで回しますもんね。なかなか若いのにね、結構。そう、結構学びました。かなりあれじゃない？ホステスが何かやってたんですか？やってない。やってない。そんな、ちょっともないもんね、すごい。その色とかの説明、そう、髪の毛、うん、色とかの説明を聞いてるうちに、うん、友達の色落ちる前の髪色とかこんな色だなって分かっちゃったりする。友達の髪の色が落ちる、あ、髪の色、髪色落ちてるなっていうのも分かるし、うん、落ちる前こういう色だったのかなっていうのが勝手な想像。なんでそのとこすごいね。え、なんかなんだろう、大体落ちた感じ。何それ、グレーかなーみたいな。すごいね。まあ、本当にね、今日は少ない、もうブリーチほぼ入れてねえんじゃねえかぐらいの感じなんですけど、もうこれ今話しながらなんとなく入れたんだけど、全部入ってる風に見えると思うんですけど、こんな感じです。もうこの状態で時間を置いて流します。多分もう元々の、カラー剤を、まあ、30分ぐらい置くような感覚なので、カラー塗ってあと10分ぐらいかなで流して、で乳化、シャンプー台乳化してっていう感じなんで、結構一瞬で終わります。あとカットするぐらいなんで結構楽ですね。あの、先ほどの残液をですね、こちら残液なんですけど、これを捨てないでおいてください。これ隣に使います。新たに作ったりはしません。新たに作るとまた時間がロス出ちゃうので、まずあのブリーチ剤がついてると色がのりませんので、ブリーチ剤を一回軽く取ります。で、ブリーチ剤のところをちょっと中心に取っていって、そこから乳化入っていく感じなので、全部取るっていうよりはブリーチのところをまず先に取ります。まずお湯をためないでちょっとやっていくんですけども、はい、シャンプーをつけていきます。あ、ね、これいいっすよね。そう、お、いい匂い出ました。これあのお友達のシャンプーなんです。そう、いつもシャンプーは作ってるんですけど、今日はちょっと使ってみました。
辻丸シャンプー、本当はミニマルですけど、でブリーチのところをちょっと、手でですねなじましてあげて、ちょっと様子見ながらなんですけど、なんとなくこう入ってくる感じが見えるんですよね、ここで。